桜大戦、96年セガ10回目。前回はアイリスとデートをしていたら、アイリスの力が暴発したんですかね、あれね。活動写真館をぶっ壊してしまったところで止まってました。今回はおそらくその続きで、アイリスの力についてっていうような感じの話があるんじゃないかなっていうところですね。さあやっていきましょう。バカ野郎大神、おめえがついていながら今度のざまは一体なんだ。あちゃ、大神藩えらく絞られとるみたいや。活動写真館を一つぶっ潰したんだ。無理もないぜ。ちょっと静かにしていただけません。これでは何も聞こえませんわ。申し訳ありません。自分の監督不行き届きでした。一歩間違えば大惨事になっていたところよ。よく考えなさい。アイリス悪くないもん。アイリス、自分のしたこと分かっているの？いやだもん。アイリス悪いことしてないもん。あなたの力はむやみに使ったら危険なことになるの。マリアも姉ちゃんもそうきつく言わねえで。ドナルドお肌に悪いぜ。そうはいきません。アイリスにはそれなりの処分が必要かと思います。アイリスも謝りましょう。あら、下がっちゃいましたね。待て、アイリス。なんや、誰かこっちに走ってくるで。おい、危ないぞ。キャー。君たち立ち聞きしてたのか。あ、アイリスやったら自分の部屋の方に走っていきましたわよ。一体どうすればいいんだ。追いかけましょうかね、とりあえずね。アイリス待ってくれ。あ、大神さん、さくらくん、アイリスを見なかったかい？ものすごい勢いで自分の部屋に駆け込んでいったみたいですが。そうか、ありがとう。アイリスやーい。部屋に入れてくれるだろうか。アイリス、大神だけど、開けてくれるかい？困ったな、これでは話を聞いてもらえない。隊長、あたいたちに任しときなって。大神藩、押してダメなら引いてみーっちゅう言葉があるやろう。真正面からぶつかるだけが正攻法とちゃいますせ。うちに任しときや。慌てなさんな、あたいが先だ。いいかい、アイリスは早く大きくなりたいんだろう。誰よりも大きい値の言葉ならアイリスも聞いてくれるさ。そういう問題じゃないでしょうね。まったく、これだから単細胞は悲しいですわね。誰が好き好んであなたみたいに頭の中まで筋肉になりたいなんて思うんですの。
なんだと。アイリスが憧れているのは大人の女性の魅力ですのよ。つまりこの私のような女性ですわね。こんなことで揉めててもしょうがありまへんで、ここは誰が適任か大神藩が選んでくれまへんか。微妙やな。スミレさんでしょうかね。スミレくんに頼むよ。じゃあスミレくん、君に頼むよ。あ、上がるの好感度。お任せになって、この私がきっと説得してみせますわ。アイリスちゃん、早く大人になりたいという気持ち私にはよくわかりますわ。私が美しくなれる大人のお化粧を教えてあげますわ。だからここを開けてちょうだい。お、開けてくれましたか。ざっとこんなもんですわ。ではアイリスを説得してまいりますわ。電気をつけるわよ。お化粧したら綺麗になれる？早く大人になれる？なーにそんな暗い顔、なーにそんな顔暗い顔して。それじゃあいくらお化粧しても無駄だわ。お化粧するときは何よりも笑顔が大切なのよ。わかる？アイリス、笑顔でお化粧したら大人になれる。もちろんですわ。さあだから笑って。ほほほ、うまくいきましたわ。このスミレ様にかかればアイリスを説得するぐらいちょろいものですわ。どうしたんですのアイリス。スミレ嘘ついてる。嘘つき、スミレの嘘つき、嘘つき、嘘つき。ああ、怒られちゃいましたね。冗談ですわよ冗談。ちょっと待って。あら、何事や。やられちゃいましたね。ダメでしたわ。どうやらアイリスは人の心が読めるようですわ。なんだって、マジかよ。それがほんまやったらお手上げや。少尉、中途半端な気持ちで接してもアイリスが傷つくだけですわ。今はそっとしておいた方がいいと思いますわ。仕方ね、あたいたちも一旦引き上げようぜ。俺はどうすればいいんだ。もう一回声かけときましょうか。アイリス、隊長の俺が諦めるわけにはいかない。もう一度声をかけてみよう。大神くん、ちょっと待って。あやめさん、大神くん、ずいぶんと困っているようね。はい、どうしたらアイリスに話を聞いてもらえるのでしょう。難しい問題ね。スミレたちはアイリスのことを子供として見ているの。でもマリアは逆に大人として接しようとしているわ。大神くんはどう思う？俺はみんなの考えが正しいとは思えません。そこまで分かっているならもう私から言うことは何もないわ。あとは大神くんの行動次第よ。しっかりね。あやめさん、いやちょっとどっちの肩を持つのもどうかと思って、どちらも正しくない的なことを選んだけども、なんだ、どう接するのが一番いいんだ。よくわからんな。あら、えらい早いタイミングでセーブポイントですね。一回セーブしましょう。なんだなんだ、どういうことだ。大人としても接しなくて、子供としても接しなくて、なんだろうね、一人の人として接しろってことかね。
まあ夢でしょうね。アイリスが大人になったらあんな感じなんですね。ちょっとなんでしょうね、全然別の人みたいでしたけどね。お兄ちゃん、アイリス早く大人になりたいよ。もう朝か、アイリスは落ち着いただろうか。あ、もう勝手に行っちゃいますね。はい、アイリス、俺だよ。話を聞いてくれないか。おっと、デートのやり直しをしよう。今度の日曜日空いてるかい？デートのやり直しをしよう。あら、怒ってしまってますね。どうして？だってアイリスお兄ちゃんと出かけても腕も組めないし、アイリスが子供だから楽しくなさそうなんだもん。そんなことはないよアイリス。嘘だもん。嘘じゃないよアイリス。えらい展開になってきましたね。大神くんがロリコンかどうかを試す試練ですねこれね。早く。どうすればいいんだ。ほっぺたにしましょう。ほっぺたにね。どうしたアイリス。そういえばそうでしたね。忘れてましたわ。アイリスのこと、お兄ちゃんはやっぱり子供だと思ってるよ。アイリス。嘘つき。言ってしまったか。おっと、またなんか爆発しましたね。大神さん、さくらくん、これは一体。大変です。アイリスが後部に乗って外に出てしまったんです。それは大変だよ。今のアイリスが街に出て行ったら大変なことになる。とにかく指令室に行こう。まずいことになった。まさかアイリスが後部で街に出ていくとは。花屋敷から運んできたばかりの新しい機体に乗って出て行ってしまったのよ。召喚、アイリスは一体どこへ。浅草の方へ向かっているらしい。これを見てくれ。お、黄色の後部。アイリス、初めてやのに後部をあそこまで動かしとる。なんちゅう力や。すぐに浅草へ出動してアイリスを連れ戻すんだ。頼んだぞみんな。なんですの。長官、あやむくん、どうした突然。クロノスカイです。タイミング悪いな。浅草にクロノスカイの魔装騎兵が出現したとの通報です。なんですって。畜生、なんだってこんな時に。こうなってはアイリスの向かっている先が浅草なのがせめてもの救いね。アイリスを保護しつつクロノスカイを倒すわよ。よし、浅草へ出撃だ。頼むぞ狼。はい、さあ行きますか。待って大神くん、あやめさん。大神くん、アイリスが出て行った原因あなたならわかるわね。
ねえ大神くん、アイリスのいいところってどんなところだと思う？ええ、明るくて無邪気で好きなことを好きと言える純粋な素直さ、そんな子供らしさがアイリスのいいところなんじゃないかしら。だから無理に背伸びして大人ぶる必要なんてない。大神くん、アイリスにそう言ってあげて。それを教えられるのは大神くん、あなただけよ。さあみんなが待っているは大神くん出動命令よ。なるほど、そういうことですか。別に無理に大人にならなくても、今の子供らしさがアイリスのいいところですよっていうのをが分かってるんだよね大神くんは、っていうことをさっきはあやめさん言ってたわけですね。さあ出動しましょう。帝国歌劇団出撃せよ。さあ行きましょうか。お、後部ですね。かわいいな。個人的にはね、大神くんの機体はあんまり好きじゃないかもしれないですね。さくらさんのやつとコーランのやつかな、ピンクと緑の機体が結構好きですね。あとあのすみれさんの紫も結構いいですよね。あの3つかな。ちょっとまあアイリスの黄色の機体も気になるよね。さあさあ行ってらっしゃい。はいセーブ。さあ今回の戦闘はアイリスは一緒に戦うのかな、どうなんでしょうね。命令を聞いてくれるような感じはしませんけどね。お、逃げてるな人間が。燃えろ燃えろ。何やったかなこいつ、羅刹。オンキリキリバサラウンバッタ、オンキリキリバサラウンバッタ、オンキリキリバサラウンバッタ、オンキリキリバサラウンバッタ。銀閣羅刹っていうんですね。今瞬間移動してきましたよねアイリス。なんやあれ。何やつ、どこから現れたのだ。すごいなこれ。ようやったでアイリス、何もせえへんからこっち来や。アイリスちゃん、お利口さんね。さあこちらへいらっしゃい。よしよし、いい子だからこっちへおいで。捕まえましたわ、おとなしくなさい。もう逃げられへんで。ほらいい子にするんだ。みんな嘘つきだ。おーっと、こっちに攻撃してくる感じ。私の美しい機体がなんてこと。隊長どうしますか。アイリスを救出しましょう。とりあえず
いかんよし、みんなは敵を防いでくれ、俺がアイリスを止める。せやかてうちらにも攻撃してくるんやで、危険すぎます。だがこのままではアイリスも町の人々もただでは済まない、やるしかない。あれどこ行った大神さん、私も行きます。さあ二手に分かれるんですかね。アイリス待つんだ、いや来ないで。すげえな。さくら君、まずはアイリスを捕まえよう、話はそれからだ。はい、大神が行く方がいいんでしょうね。さくらさん、ちょっとこの辺で防御。大神くんは隣行きましょうかね。攻撃者まずいでしょ。防御。アイリス止まるんだ。いやー逃げますよね。この辺に行きますかね。はい、防御で、大神くんが行きますか。アイリス止まるんだ、同じですね。あ、今度そっち行っちゃう。さくらが前に、さくらさん前に入ってもらって、アイリス止まりなさい。いやだ大神くん、あやめさん、今アイリスは興奮しているわ。子供扱いされていることがよほどショックだったのね。早く暴走を止めなければ町だけでなく彼女の心まで壊れてしまうわ。だからといって無理に押さえつけようとしても逆効果よ。アイリスはみんなに嘘をつかれたことで人間不信になっているわ。俺はどうしたらいいんです。大丈夫よ、いつもの自分を偽らない大神くんならばね。しっかりね隊長さん。はいはい、これで挟み込みましょうか。大神さん、早く、今ハッチを開けます。アイリス説得しましょう。アイリス聞いてくれ、確かに俺は嘘をついた。俺は今の君を一人の女性として考えることはできない。やっぱりアイリスが子供だから。でも俺は君と出かけることが楽しかった。一緒にいて本当に楽しかった。お兄ちゃん、将来のことなんか誰にもわからない。だから今はこれだけじゃダメかな。お兄ちゃん、嘘じゃない。さあハッチを開けて。なんとか引っ張り出しましたね。さあアイリス行くぞ。アイリスよかった。まったくこの子は心配させて。
初陣だ、頑張れよアイリス。よっしゃ、これで花組勢ぞろいや。改めて行くぞ。帝国歌劇団参上。隊長、敵の幹部は雷門の向こうの浅草寺にいます。一気に叩きましょう。そう簡単にはいかんようや。途中にある雷門が閉められとるで。仕方ない、気が引けるが門を破壊して進もう。後部の力じゃ無理やで。雷門は以前消失した苦い経験からシルスース鋼で再シルスース鋼かなで再建してるんや。後部の攻撃だろうが将棋丸の砲撃だろうが受け付けへんで。何、それでは絶対に中に入れないのか。慌てなさんなって。雷門を開くための装置が内側にあるはずや。敵が占拠しているようだな。だがどうやって行けば。後部ではあの兵を飛び越せない。それじゃあアイリスの出番だね。移動範囲広いな。でアイリスは瞬間移動で飛べるのかい。あ、すごいね。さあ、でこっち側には敵が結構いてるんですよね。はい、マリアさん。いやー、コープかわいいな。気合を入れるぜ、チェスト。チェスト。科学をなめたらあかんで。はーい。通常攻撃は届かないですよね。お兄ちゃん、ファイト。はい、どうも。カンナさんが攻撃されたとこなんで、かばっておいて。オッケー。「集まらなければ何もできぬ虫けらどもめ、貴様らに倒された兄者の無念、この羅刹が晴らしてくれるわ。クロノス界の恐怖、とくと味わうがよい。さて大神よ、メイドに送ってやる前にお前に一つ聞きたいことがある。今のお前にとって一番大事な隊員は誰だ。その他。アイリス。アイリスだな。ふふふ、承知した。何ですかね。おお、すごい。なんでこんなところに。ほんまにね。あ、いててて。どんな技なんすかね、あれ。やっぱり攻撃されますよね。はい、かばいましょう。おっと、コーランも中に入ってしまってる。サンキュー、助かったぜ。はーい。あ、塀越えて攻撃できるんですか。それはまずい。じゃあアイスはこっちに装置を動かしに行きましょう。ここで防御。行きますわよ。行きましょう。